東京上野にある不動産会社。男性のお客さんがビルに入っていく。中国人のワンさん、山東省で人材派遣の会社を経営する社長だ。ワンさんが会社を訪れた目的は不動産の購入だ。紹介された物件の販売価格は1億4000万円。今、多くの外国人が投資目的で日本の不動産を購入している。実際に日本の不動産投資額のうち、海外投資家の割合が4分の1以上に上るというデータも。海外投資家はなぜ日本の不動産に投資するのか。実際に日本の不動産を買った外国人や不動産会社、専門家らに取材を行った。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。1億4000万円の物件を紹介されたワンさん、この日は即決はせず、もう少し物件探しを継続することになった。这次想去看看买这种一栋房子的啊，上野、台东、浅草、阿美有沟啊，这些地方比较熟，那想在这地方买，说买个这种一栋的，价格呢，两三亿日元左右的吧，啊，这样的价位的，有5%-6%啊这样的就可以，我觉得啊，比较便宜嘛，啊，就比较便宜一些。另外，我觉着。投资还有稳定的回报，有稳定的回报啊。再就是，不动产就是因为我感觉日本的房子造得非常细致啊，住起来非常舒服啊。インバウンド専門の不動産仲介会社 YAK。昨年問い合わせ数が前年に比べ2倍ほど増えたという。売買担当の田辺さんは、問い合わせは結構多いんです。もう件数だけでは結構、まあ、すざましいと。契約するやっぱり不動産売買になるので賃貸とか違うんで、やっぱりこう毎月というのはないかと思うんですけれども、多分2倍ぐらいになってるんじゃないかと。はい、それだけこう増えているっていうのがこうなぜなのかっていうのが気になるんですが、で中国の不動産は高いものの所有権がないんですね。で借地権みたいなもの で70年とみんな言ってるんですけれども、で日本の場合はまずは所有権あります。まあほとんどなんですけれども所有権があります。そこで永遠に自分に所有しているものになるので、そこは結構大きなポイントになります。あとなんですけれども、もう今円安なので、もう買い得とか、まあ、値引きとか3割値引きで、みんなこういった感覚で見ています。日本で不動産とかマイホーム買うのはもう本当に高値の花というか、もう夢の中の夢という感覚だったんですけれども、まさか今でみんな本当に普通に手頃で買えます。やっぱりこう一等地の港区とか千代田区とか、あと文京区ですねの方が結構多いんです。港区とか中央区になるとタワマンとかが多いんです。文京区に関しては戸建て、はい、を探している方が結構依頼が、はい、何件かいただいております。首都圏のマンション事情に詳しい不動産コンサルタントの藤田さんも、中国人のお客さんが増えていると話す。湾岸エリアの売却はよく預かるんですけど、内見依頼してくるのは中国人の方が多いですね。半分以上中国人です。中国人の方とかって整っている街がどうやら好きらしくて、あとは海が見えるとか風水がいいとか、まあ、そういった視点があるようで、そういった点で湾岸エリアはどうやら好みらしいです。眺望がいい部屋、あとは高層階、そういった何か特徴が目立つような部屋、あとは海沿い、まあ、運河沿い、そういったマンションは好まれますね。実際にどんな物件が外国人に売れているのか。 YAK が売り出し中の物件を見せてもらった。
麻布十番にあるタワーマンションだ。 2LDK です。はい、 2LDK の間取りです。まあ、こちらはリッピングなんですけれども、こちらからですと東京タワーが見えるんで、綺麗の夜になるとすごく綺麗で、この建物ですね、36階建てで、でここ今いるの階は17階です。海外のお客様の選びポイントってなると、まあスカイツリー見えます、東京タワー見えます、タワーマンションのまあ高い方の層を選ぶとか。でこちらは洗面台と浴室になります。でおトイレはまあこちらにございますの でこちらはメインの寝室になります。まあ、ちょっと大きめです。こちらの物件の価格はおいくらになるんでしょうか。今ところですと2億7000万円ですね。はい、で上の方でなれば、まあ、同じ面積で、まあ、値段どんどん上がっちゃうんで、まあ、一番上でなると、まあ、大体4億とかもあります。まあ、港区、まあ、すごく、まあ、人気なんですけれども、港区の中の麻布エリアと麻布十番とかがすごく人気になるんですね。であとあと六本木とかですね。で、麻布の方は大使館とか、まあ、多いんで、ですごく人気なんですけども、麻布十番は六本木に近いんで、まあ、もうすごく人気です。この物件はアジア系の所有者が昨年購入し別荘として使っている。より広い戸建てを買うことになり売りに出しているのだという。こちらの物件今売り出し中だと思うんですが、はい、反響というか問い合わせとか買い付けっていうのは入っているんでしょうか。問い合わせはすごく多いんですけれど、外国のお客様が多いんですね。で例えば今日のお客様です と、台湾からのお客様らしくて、まあ現金で、まあの検討です。海外のお客様現金の方が多いんですね。はい、まあ、日本国内のお住まいのお客様は、ローンとか考えたりのお客様、まあ、割と多いんです。はい、中国人からの問い合わせが増えている背景には中国の景気の低迷がある。自国の不動産への投資に不安を感じ、日本の不動産への投資に舵を切る人が増えているという。中国経済を専門に研究しているジャーナリストの高口さんに聞いた。非常に悲観的な感情といいますか、中国経済これからどんどん落ち込むんじゃないのかなっていうふうに考えているのがですね、その中国の中にたくさんそういう人がいるわけですね。固定資産投資なんかもですね、全体では 3% 増となっているんですが、民間企業の投資がマイナス 0.4、国有企業が 6%増ということでですね、その一般の民間投資家っていうのは非常に、ネガティブな気持ちになっていると。で個人の間にも、まあ、ネガティブな感情というのは広がっていって、中国はこれからどんどんガタガタと悪くなっていくんじゃないかなと。そうするとあんまり投資は良くないんじゃないかとか、まあ、非常に節約志向といいますか、ディフェンス志向に走るわけですよね。中国の人にとってはやはりこう過去20年以上ですね、不動産が基本的に右肩上がりで発展してきて、なので個人の資産形成というのはほとんど不動産によって賄われてきたんですよね。その中国のお金持ちは別にして、一般的な人にとっては、まあ、必死に頑張って高い住宅ローンを組んで家を買うと。で一回家を買ってしまえば、それがあとは勝手に値段が上がっていくので、まあ、人生安泰っていうのが非常に分かりやすいルートであったわけです。でそれが信頼が崩れてしまうとですね、これはもう中国で大変なことが起きるわけですよね。収益物件を高く売るなら楽町の一括無料査定。収益物件の販売に強い会社が100社以上も登録。査定依頼もスマホ一つで簡単。楽町の一括無料査定。日本に住むイスラエル出身のジブさん。普段は外国人向けに不動産の売買仲介を行っている。
日本の不動産人気の背景についてこんな理由もあるという。Akiyas have been becoming more and more popular. There are many, many articles in foreign media describing the cheap houses that are available for purchase in Japan. And there are a lot of success stories. People who have been interviewed for various media publications showcasing the properties that they've purchased and what they've done with them. Some of them are making money from them by turning them into a minpaku or a yokan.Some people are just living there for the holidays. Some people have moved to the countryside in Japan. In our case, I'd say about half of them are from Singapore and Australia. Another 30-35% are from the USA. Whenever there are ebbs and flows in geopolitical situations, then people look to direct their funds to a more safe and stable environment.And Japan always draws a lot of investment when this happens. So now is no different. ただ、ジブさんは今後日本の不動産の人気が低下する可能性もあるという。I think it will definitely continue to increase in the foreseeable future. So I'd say we're probably looking at a significant increase that's going to continue for at least the next 10-15 years. But beyond that, the population decline and the workforce shrinking in Japan are major issues. So if the government doesn't enact some very serious policies to increase the birth rate or to increase immigration, I think in 15 years' time, we might see the interest in Japan slowly declining. 中国人の爆買いが話題になった北海道のリゾート地も根強い人気が続いている。小樽市、ニセコ、富良野エリアで不動産売買を行う日本信達の代表、石井さんは。去年はもう圧倒的に増えたんだ。2年前、コロナ終わりますよっていう時を1としたら、去年は僕は10でしたよ。それぐらい契約がありました。まあ、ニセコ、小樽、札幌、富良野、この4つはすごく外国人に人気です。もう去年あたりはこの4つのエリアがものすごく観光と不動産購入の購買意欲というのがぐんと伸びてます。民泊やコンドミニアムのほか、一般の収益物件も人気だという。今年はスキー客の予約が昨年に比べて多く、観光業で働く人の数が増え、それに伴った賃貸需要が期待できる。外国人の投資家もそこに目をつけているのだという。さらに外国人は北海道の美しい自然や水産物などの資源にも資産として価値を見出しているのだという。あるニセコの大物の投資家はマレーシアの方ですけど、高級ブランドホテルを持ってる、スキー場も持ってる。そのオーナーさんは新千歳空港に着いた瞬間に空気2倍吸うっていうんですよ。前までは 水がこう資産で、中国の方たちがたくさん水のあるところや水の環境のあるところが美しい、素敵だって憧れて買いに来たんですよ。今は空気に憧れてるんですよ。コロナで肺を汚された、それを肺を洗うのは環境のいいところ、自然のあるところ、マイナスイオンのあるところって、それを資産として見てるって。一方、不動産の売買において融資審査のスピードの差で海外投資家に買い負けることもあるそうだ。正直買い負けてます。北海道の土地っていうのは地方なんだ。1週間ぐらいは銀行からのこういろんなやり取りで時間取られるんですよ。外資は違いますよね。自分でいいと思ったらポンと、特に経営者が多いんで課長部長に聞く必要ないんですよ。これでこの時間のタイムラグがあるんですよ。この時間で買い負けしてることはあります。手付けで買いますねって言った瞬間にドンとキャッシュ入れられて負けてるところが。外国人に買われる日本の不動産、購入が過熱するあまり日本の不動産価格の相場が崩れる恐れもある。そうなった場合、国が規制を入れる可能性もあると高口さんは話す。国の根幹産業を揺るがすようなものってっていうものはやはり日本に限らずどこの国でも強い反発はありますよね。で、起きて当然だ。で、トラブルもすごい増えると思います。そのこの家であるとか土地を買った
人がと全く連絡がつかないとか、税金払ってくれない、管理費払ってくれないとか、そういう問題は絶対多発してですね、そういう意見が、まあ、組み上げられて議員さんにも届いていくようになると思うんですよね。でそうなっていけば、まあ、規制っていうのが出てくるのはすごく自然な流れかなというふうに思います。海外の方が日本に投資してくださるっていうのは、私は基本的には大きなメリットだと思うんですよね。なのでそういった投資っていうのをなるべく引き受けつつ、入れてもらいつつ問題を大きくしないっていう方法を、バランスをですね、保つことができれば。今月開かれた衆議院予算委員会では、一部の議員から外国人の土地購入を制限するべきとの意見も上がった。今後も外国人による日本の不動産の購入は過熱していくのか、動向を追っていきたい。